皆様こんにちは、いです。本日はこちらになります。カラーポップでお買い物した商品が届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。ゴルフ場の草刈りが始まってしまってね、音が入ってるかなと思うんですけれども、今回もですね、カラーポップでのお買い物をご紹介したいなと思ってるんですけれども、今回はバレンタインコレクションで出たものですね、何点か購入いたしまして、そちらのねご紹介になるんですけれども、2回分のねお買い物になるんですけれども、販売当日初版の日ですね、欲しかったものね全て購入できなくて、でバレンタインコレクションですね、バレンタイン当日ですね再販になったので、再販日にもお買い物をいたしまして、箱が2つあります。しかもデザインが違うんだけど、これね先に届いた方なんだけど、お分かりいただけますか、めちゃくちゃ懐かしいんだけど、こっちね住所がついてるからあれなんだけど、数年前にね出ましたスイートトークですね、その時の箱で届きまして、まあ多分この大きさの箱の在庫がなくて余っていたもので送られてきたんじゃないかなと思うんだけど、これがね届いた時と思って懐かしいって思ったんですが、春はこれで来るのかななんて思っていたら、次の箱は今まで通りのものに戻っていて、こちらのデザインだったんですけれども、時折ねそういったことがあってね、あ懐かしいななんて思うので、それはそれで私楽しいなって思って、とにかくねすごく懐かしかったです。今回のカードはですね、2つとも同じデザインでした。ラテのデザインですね、こちらのカードが入っておりました。ということで、先ほどもお話しいたしましたが、バレンタインコレクションですね、全部で7点ですね購入いたしましたので、1点ずつご紹介していきたいと思います。それではまず最初にねお買い物したものからねご紹介しようかなと思うんですけれども、今回ですね5色入りの長方形のパレットですねが3種類出まして、それのセットを購入したんですけれども、このパレットよりも私もっとテンションの上がった商品が1つありまして、それと一緒になっていたセットだったので、めっちゃいいじゃんと思ってね購入いたしました。そのセットがこちらになります。ラブオールウェイズ、ラブオールウェイズバンドルになります。この箱は何ぞやと思われた方いらっしゃるかと思うんですけれども、ハンドミラーになります。私ねこのコレクションの中で一番テンション上がったのはこれだったんですけれども、あんまりね鏡ってこだわってなくて、ずっと100均のもの使ってるんですけれども、これめっちゃ可愛いなと思って、まずね外箱ねこのようなデザインとなっておりまして、まあ今回これがメインのデザインなのかなと思うんだけど、このピンク色でね、開けますとちょっと引き出しにくいんだけど、これこういうね、なんて言うんだろう、ウレタンっていうのかな、パフパフ素材のスポンジみたいなのの中に反射してしまって申し訳ないんですけども、このようなねハート型のですね可愛らしいねミラーがですね販売されたんですね。もう私これにめちゃくちゃテンションが上がって、私ね何でもそうなんだけどハート型がすごく好きなんですけども、もう最近ずっとね100均の鏡使ってるんだけど、その前に使っていたものが嵐山からで購入したちりめんの布が貼ってあるハート型の鏡だったんですね。ずっとそのハート型の鏡を好んで使っておりまして、カラーポップでねハート型の鏡が出てね、すごいテンションが上がったんです。今使ってるダイソーの鏡はこういう持ち手のついてるものなんだけど、このね持ち手のついてるタイプすごい使いやすいなっていうのね今更気づいて、大きさ的にもちょうどいいしね使いやすそうだなと思いまして、でアイシャドウパレットとセットになってたから購入したんだけど、確かこれね9ドルとかそのぐらいだったかなと思うんだけど、このセットね全部単品で購入するよりもいくらかお安くなってたかなと思うので、ありがたいなって思ったんですけれども、まあ今使ってる鏡ですね、まだまだ全然使えるんだけど、割れてもないし壊れてもないんだけど、まあですがね、せっかくねこちらね購入したので、これからはねこちらメインでね使っていこうかなと思うんだけど、多少ねこの触り心地がね汚れがつきやすそうだなとは思うので、もうマスカラとかつけたら真っ黒になりそうだし、メラミンスポンジでねこすったら取れるとは思うんだけど、まあ、このプリントの上にはつけないようにしなければいけないななんて思うんですが、まあですがメイク用品ね汚してなんぼだとも思うから、まあとにかく気をつけつつですね使っていきたいと思います。
ということでね、お次こちらのね3つのアイシャドウパレットになるんですが、まず1つ目こちらですね、143143なのかなというパレットになります。外箱パッケージですね、このようなデザインとなっております。先ほどのね鏡のね箱と同じデザインかなと思うんですけれども、箱を開けますとこのようなねパッケージとなっておりまして、このような5色入りのパレットとなっております。めっちゃ可愛らしいねピンク色のパレットだと思うんだけど、これは私ねあんまり使わないかな、こういったカラーはって思うんだけど、そんなにすごくね得意なカラーでもないからね、まあとりあえずですね1色ずつスウォッチしていこうと思います。こちらのパレットですね、一色ずつスウォッチをしてみました。メタリックマットグリッターマットにグリッターの入ったカラーメタリックになります。まずねマットのカラーはこれはすごいふわもろ系だったんですけれども、こっちはねそこまでふわもろはしてなかったかなと思います。指を入れた後のつき方が全然違うと思うんですけれども、まあ、ですがどちらもスッと伸びてってくれて、一点集中するわけでもなくふわーっと綺麗にねブレンドしていったので、粉質はすごくね使いやすいと思います。でこのグリッターですねは一点についたペトッとついてもう全然伸びなくて、付け足してここまで伸ばしたんですけれども、置いたらすぐね伸ばさないとくっついちゃうと思います。6角形のホログラムとそれよりちょびっとちっちゃいまん丸のホログラムが入ってて、いろんな表情を見せてくれるねグリッターかなと思うんですけれども、基本的にはこうパステル調のカラーのオーロラカラーに光るっていうのかな、すごい可愛い。このねグリッターでも可愛いを全て表現してるんじゃないかっていうぐらい可愛らしいグリッターですね。ブルーっていうよりかはちょっと紫みのあるブルーのカラーで光るのが目立つんだけど、それがね可愛いですね。でメタリックのカラーはね、まあ、いつも通りの質感で、これちょびっとねシマよりは大きいかなと思うんだけど、のシルバーのねキラキラっと光るものが入っておりまして、それがね瞬くように光りますね。でこの上のねマットにグリッターの入ってるカラーも同じような感じで光るかなと思うんだけど、ピンクも入ってるかな。でこのメタリックのカラーはシマがピンクっていう感じかなと思います。まあ、最初にもねお話しいたしましたが、まあ、ちょっとやっぱりスウォッチしてもこれは難しいなって思ったんですが、最初の2色はね私使うかなと思うんだけど、普段からグリッターは別としてこのね後半2色ですねはねあんまりやっぱ手に取らないカラーかなとも思うので、ちょっとやっぱり肌トーン的に難しいカラーだなと思うから、まあですがこれも挑戦かなと思うので、いつかゲットレディで使ってみたいと思います。ということでね落としていこうと思うんですが、このパレットはちょっとって思ったんだけど、一番最初のカラー以外全部ね米印ついてます。あれかもしれないけどアイシャドウパレットでしょって思ったんだけど5色中ね4つに米印ついてましたね。まあですがそんなすごくは残らないかな。もちろんグリッターはめっちゃくっついてるけど、このねやっぱホログラムが入ってるねグリッターはねどっかしらにくっついてて落としづらいかなと思うんですが、色素はねそんなに残ってないかなと思うんだけど、まあ、ちょっとこすって赤くはなってるけど目立っては残ってないかなと思うんですが、まあ、ですがね指はね結構ピンクになりましたね。グリッターもこういう感じだからね、丁寧にね丁寧にしっかり落ちるものでね落とした方がいいかなと思います。アイシャドウパレット2つ目ですね、こちらになります。 SWAK になります。外箱ねパッケージこのようなデザインとなっておりまして、絵柄は全部一緒で中身のカラーで外箱のカラーが違うっていうのかなだと思うんですが、開けてみますと本体パッケージですねこのようなデザインとなっております。このような5色入りのパレットとなっております。先ほどのねザ・ピンクのパレットとはもう全然雰囲気違いますね。落ち着いた感じの赤み系のパレットかなと思うんですけれども、グリッターも入ってないし、まあ、季節選ぶかなとは思うんだけど、私にとってはねこちらねすごく使いやすいパレットかなと思います。まあ、ということでねこちらも1色ずつスウォッチしていきたいと思います。
こちらのパレットですね、一色ずつ swatchをしてみました。メタリックマットにグリッターの入ったカラーはメタリックマットマットになります。まずこちらのマットのカラーもすっごいふわもろ系で、どうしようっていうぐらいふわふわで、この指を入れた後のね、この感じでお分かりいただけるかな、どうかなと思っているんですけれども、まあすごかった。もうちょっとね触るだけでね、もろもろもろっとね崩れてくるんだけど、こちらのカラーはねあんまりね指についてこなかったんだけど、こちらはねめっちゃついてきた。まあそのふわもろ系でもいろいろあると思うんだけど、両方ともねしっとりはしてるんですけど、こっちすごく薄付きだったんですよね。こちらとこちらなんだけど、これねちょっとねムラになったかなと思ったので、ムラになった部分少しだけ重ねたんですけど、これはねワンスワイプでこうなりました。で周りにもねめっちゃついておりますけれども、でねこのマットにグリッターの入ってるカラーはプレスしっかりめで、ふわもろ系ではないけれどもしっとりとしていて月のいいねカラーだったかなと思います。まあでもこれも若干薄付きかなとは思ったんだけど、この一番濃いカラー以外は全部優しい発色で、すごくふんわりとしてる感じって言ったらいいのかな。まあねご覧いただいたら一目瞭然かなとは思うんですけれども、でねこちらのグリッターはゴールドとピンクとキラッとシルバーが見えるかなっていう感じですね。でこの2つのメタリックにもキラッと入っておりまして、これもねゴールドとピンクとシルバー、まあ全部ね同じ種類のものが入ってるんじゃないかなと思うんですけれども、でこれはねシマーがピンク、ピーチっぽいピンクっていうのかな。このね一番最初のねメタリックのカラーほんと肌なじみのいいカラーだなと思っておりまして、シャンパンカラーっていうのかな、ハイライターとして使ってもねいいんじゃないかなっていう感じなんだけど、ちょっとねシマーにねピンクっぽいのも見えるから、角度によって見え方が変わるかななんても思うんだけど、お分かりいただけるかな、ちょっとピーチっぽいんですよね。こっちもだと思うんだけど、すごい可愛いですね。こう見るとねガツッとしたねアイメイクに仕上がるのかななんて思ったんだけど、多分これ実際使ってみると濃いめのカラーをガッツリと入れなければ、もうふんわりとした優しい雰囲気のねアイメイクも作れるんじゃないかなと思いまして、シーンによってね使い分けができるパレットかななんて思ったんですけれども、まあ実際ねちょっと目の上に乗せてみようと何とも言えないかなと思うので、はい、こちらもですねいつかゲットレディで使いたいと思います。ということでね、こちらも落としていこうと思いますが、こちらはね一番濃いめのカラーですね。こちらのみ米印ついておりました。赤みのカラーだから残るかな。まあでもスッスッスッと拭いたらトゥルッと落ちましたね。全然残ってないですね。一番濃いカラーもね色素残ってないと思うので、こちらねクレンジング難しくないんじゃないかなと思います。お次でアイシャドウパレット最後になるんですけれども、こちらになります。メルト 4U かな、メルト 4U になります。外箱ねパッケージこのようなデザインとなっております。箱開けてみますと、中身パッケージねこのようなデザインとなっております。このような5色入りのパレットとなっております。こちらもねピンク系のパレットかなと思うんだけど、このねパレットとはねまた全然違うねピンクで、優しいねほんわかとした落ち着いたトーンのねピンクかなと思うんですが、まあこちらもね私は使いやすいかななんて思っているんですけれども、ピンクはピンクでもビビッドなピンクではなくてねくすみのピンクだから、普段使いにもね使いやすいパレットかなと思いますので、まあとりあえずね一色ずつ装置していきたいと思います。こちらのパレットですね、一色ずつスウォッチをしてみました。メタリックマット、メタリックマットにグリッターの入ったカラーマットになります。今回のですねこのマットにグリッターの入ったカラーですね、今までのの間違ってめっちゃふわもろ系で、この中で一番ふわもろ系でした。ここねゴリッと削られてるように見えるかもしれないんだけど、私爪とかねで引っ掛けたわけでもなく、普通にこうくるくるっとしたらこうなりました。このぐらい惚れた、そのぐらい柔らかかったですね。このカラーめっ
ちゃ可愛い。すっごい好きですね、私このカラー。ザ・コーラルピンクっていう感じで、春らしいね、カラーかなと思うんだけど、グリッターもね、結構たっぷり入ってて、ゴールド、ピンク、キラッとシルバーだね。めっちゃ可愛いですね。どのカラーもね、すごく淡いね、可愛らしい発色なんですけれども、まあだけど、こう目が腫れぼったくなるようなピンクではないかなと思います。落ち着いた感じで肌に馴染みやすいピンクなので、まあこれはね、人それぞれだったり、使い方にもよるとは思うんですけれども、うん、私はね、多分ね、大丈夫だと思います。こういった感じのピンク色はどちらかというと私肌トーンとしては合うと思うので、このピンクはね、まあ反対だと思うんだけど、ピンク春メイクができるなって思いまして、うん、これからの季節にね、大活躍するパレットじゃないかなって思ったんですけれども、スウォッチしてね、春を感じまして、今ね、すごくウキウキしてるんですが、この真ん中のメタリックのカラーですけれども、ちょっとわかりづらいかもしれないんだけど、シマーがゴールドシマーが入っているので、角度によってですね、ゴールドに光ると思うんですけれども、こう可愛いですね。こちらね、淡いピンクシマーかなと思うんですけれども、最初のカラーはね、ハイライトカラーかなと思うので、このね、4色ですね。でね、グラデーション作ったらすごい可愛くなるんじゃないかなと思っておりますので、そうだな、これはね、できれば春の間にね、一回使いたいななんて思っておりますが、まあ、とにかくですね、こちらもいつかゲットレディで使いたいと思います。こちらのパレットもね、5色目のこちらのカラーですね、のみ、米印がついておりました。まあ、だけど多分さっきの感じから言うと、スッと落ちるんじゃないかなと思います。先ほどね、こちらのね、メイク落とし使い切って違うので拭いたんだけど残ったけど、よく落ちる方のね、もうちょっとカラーついちゃってるからあれなんだけど、で拭いたら落ちましたね。新しく開けたやつはですね、優しい成分でできてるものなので、あんまりね、強くないんじゃないかなと思うので残ったんですけれども、まあなのでね、やっぱりメイク落としも使うものによるかなとは思うんですけれども、一般的なものだったらね、スッとね、簡単にね、落ちるんじゃないかなと思います。ということで、残り3点はですね、再販日にですね、購入したものになるんですけれども、そう、私ね、このセットプラス、チークが1つ欲しくって、それがですね、すぐにね、アウトオブストックになってしまって、購入できなかったんですね。で、再販日にそのチークだけ購入しようと思っていたんですけれども、その他一緒に抱き合わせで購入しようと思っていたものが、アウトオブストックになっていて、これとそれも欲しいなと思って、少し悩んでね、まあでもそのチーク一色だけでいいかって思って、で最初のお買い物の時には購入しなかったんですけれども、まあ、ですが、じゃあ送料もあれだしと思いまして、そうね、悩んだものも購入したんですが、まずですね、その欲しかったチークですねがこちらになります。プレストパウダーブラッシュのちょっと発音が難しいキッスンテルになります。外箱ね、パッケージこのようなデザインとなっております。このね、アイシャドウパレットと同じですね。箱を開けますと、これがまた私の中でときめきポイントだったんですけれども、パッケージね、このようなデザインとなっておりまして、そう、ハート型だったんですよ。初めてかな、カラーポップで丸とか四角ではなくこういう形になったのね。触り心地はマットな感じって言ったらいいのかな、サラサラしている質感なので汚れやすいとは思います。鏡がついておりまして、このようなカラーのチークとなります。このカラーもめちゃくちゃね、使いやすいカラーだなと思って、これね、いつも申し上げておりますが、私ね、あんまりチークしっかり塗らないって言ったらいいのかな、なんて言ったらいいんだろうな、あんまり発色させたくないって言ったらいいのかな、ほんのりのせたいんですね、バランス取りやすいように。でね、やっぱりこういったカラーがどんなメイクにも合わせやすいなって思うので、落ち着いたヌード系のピーチカラーですね。普段からね、手に取るのはこういったカラーが多いんだけど、しっかりめにね、のせてみましたが、このようなカラーですね。めちゃくちゃ使いやすいね、思っていた通りのカラーですが、シマやグリッターの入っていないね、マットのチークですけれども、磨き上げていくとね、サテンのようなツヤが出てきてくれるので、綺麗ですね。お粉自体はね、結構サラサラしております。カサカサしてるって感じではないんだけど、サラッとしてますね。塗るとね、こうカサカサ音がするぐらいサラサラしてますね。すごく調整しやすい発色なので、チーク薄め派の私にはですね、めっちゃ使いやすいね、発色だなと思います。チークもアイシャドウパレットと同様ね、3色出てるんですけれども、外箱のカラーが連動しているので、こちらのね、チークはね、こちらのアイシャドウパレットとね、一緒に使うのがやっぱりいいかななんても思って、まあなのでこちらね、ゲットレディで使うときはこちらね、一緒に使いたいなと思っております。
私あんまりねチーク購入しないかなと思うんですけれども、まあですが最近ちょこちょこ購入してるかなと思うんだけど、そうこちらのコレクションですね、もう一色ねチーク購入したんですね。こちらになります。プレストパウダーブラッシュのラブミーノットになります。こちらね赤いパッケージですね。開けてみますと、そういえばそう箱の内側をお見せしてなかったかなと思うんだけど、これね唇のね絵柄になっております。中身パッケージですね、このようなデザインとなっております。開けますとね同じく鏡ついておりまして、このようなねカラーのチークとなります。こちらのチークもすごく可愛いなと思って、これとねどっちにしようか最後の最後まですっごく悩んだんですよね。ですが最終的にこちらを選んだんですけども、普段使いやすいと思ったから、まあなので購入したんですけれども、まあでもこれはね一年中通して使うカラーではないかなと思っていて、やっぱり秋冬っぽいカラーかなとは思うんだけど、結構濃いめにのせましたけれども、ほわっとね血色感の出る赤っていうのかな、こちらについた分ささっとね広げて、こういった感じの発色なのでね、ほやっとした感じっていうのかなになるんじゃないかなと思って、これはこれですごい可愛いですよね。これもねシマやグリッター入ってなくてマットのねチークなんですけれども、しっかりとこうね磨いていくとねサテンのようなねツヤが出てきますね。まあとにかくねこのパッケージがねすごい可愛いですよね。特にこのハート型はやっぱり赤が私は好きだなと思うので、まあこれはねある意味パケ買いみたいなところもあるんですけれども、先ほどもねこちらのねパレットとね組み合わせて使うのもねいいと思いますし、まあちょっとこれからの季節ね出番は少なくなるかなとは思うんだけど、秋冬にね活躍してくれるカラーかなとも思いますので、こちらもですね購入いたしました。もちろんねこの外箱パッケージと同じカラーのチークもね出てたんですけれども、そちらはね私ねやっぱりこのねパレットと合ってるカラーだから、まあ温かみのあるカラーかなとは思ったんだけど、やっぱりちょっと私には難しいカラーかなと思ったので、そちらはね購入いたしませんでした。お次でね最後になるんですけれども、こちらになります。こちらはソルボディの商品ですね。フェイス&ボディハイライターのピンクトリュフというカラーになります。これミニサイズなんですけれども、外箱ねパッケージはこのようなデザインとなっておりまして、こちらのねアイシャドウパレットと同じかなと思うんですが、ハイライターはこのソルボディのものでオイルとこの形が出てたんですけれども、開けてみますとねパッケージこのようなデザインとなっております。香りがしますね。外箱に開けた時からふわっとね香ってまいりましたが、このねソルボディのねハイライターは私ね開けられないんだよね、なかなか上手に滑っちゃってさ、隙間作って開けましたがペラペラがねついておりまして、こちらもね大きな鏡がついてます。ピンクトリュフですね、このようなカラーになります。うん、このねソルボディの香りですね、ちょっとフルーティーなねビーチの香りがするんだけど、私ねがっつりピンクのハイライターってあんまり持ってなくて、ゴールドのねシマーとかグリッターが入っているカラーとかはあるんだけど、ザ・ピンクっていうねカラーはねあんまり持っていないので、可愛いなと思いまして購入いたしました。こんな感じですね。私の持ってるピンクカラーはこう傾けるとやっぱりゴールドに光るのでコーラルっぽく見えるっていうのなんですけれども、そういうタイプじゃないピンクのねハイライターも欲しいなと思ってたので、ソルボディのハイライターめっちゃ一つ大きいんですよね。だけどミニサイズだったしっていうのもあってね購入したんですけれども、今日もね全体的にピンクっぽいメイクをしてるんだけど、やっぱりハイライターはねゴールドがね少し入ってるものを使ってるので、こう傾くとねゴールドに光ると思うんだけど、今日もねザ・ピンクっていう感じのものを使いたかったんだけど、まあないから仕方ないかななんて思ってね、ピーチっぽいカラーを使ってたんですけれども、きっとこのカラーの方がしっくりくるんじゃないかなと思っているんですが、どうだろう、まあ上から重ねたからね、ベースにピーチ系のカラーが入ってるからね、なんとも言い難いかもしれないけど、どうだろう、あ、うん、そうだね、やっぱりこの方がいいよね。さっきやっぱりちょっとゴールド味があったと思うんだけど、これを求めていたんですよかったこれ購入して。シマより大きいんだけど、小粒のねシルバーのねグリッターになるのかなが入っててね、それがねキラッとね結構効いてますね、結構キラキラになりますね。以上が今回私がカラーポップのバレンタインコレクションの中から購入した商品となります。
全ての方があれと思われてるかと思いますが、こちらのクリップですね、後日撮影させていただいております。というのもですね、先ほどの続きから約15分間ぐらいのクリップが一つあったんですけれども、再生も取り込むのも1秒間しかできなくて、何かしらがあってデータがクラッシュしてしまったようで、一番最後のクリップは残っているんですけれども、その間がですねなくなってしまったので、説明もねさせていただきたかったので後日ね撮影しております。そのね15分間の中で私何をお話ししてたかなって思うんですけれども、まずハイライターですね、かなりキラッとしたものが目立つとお話ししてたかなと思うんですが、超小粒のシルバーのグリッターが入っていて、よくカラポップの説明ではスパークルって書いてあるかなと思うんですけれども、そう瞬くようにね光るねグリッターなんですが、まあ私はねすごく好きなんだけど、ハイライトの中でもこうメタリック系のハイライトがお好きで、そういったグリッターが入っているものがあまりお好きでない方にはちょっと気になるかなっていうようなお話をいたしまして、ザ・ピンクのハイライターは持っていないので、ハイライターの幅が広がったのでメイクに合わせて使っていきたいなっていうねお話をいたしました。でその後もう最後のクリップに入っていたんですけれども、バレンタインコレクションですね、いろいろな商品購入いたしまして、カラーデザインですね、すごく好みなのね、めちゃくちゃテンションが上がって、その中でもミラーですねが本当に可愛くて使うのが楽しみだっていうことと、すぐにね再販されて欲しかったものもですね全て購入できてよかったなっていうねお話をさせていただきました。ということで一番最後のクリップは残っておりましたので、この後ですねそちらに戻させていただきます。前回もねお話しいたしましたが、バンビコレクションですね、無事にね欲しかったものですね購入できまして、まあそんなにいっぱいね欲しいものがあったわけではなかったからっていうのもあるんですが、昨日発売日だったのでまだね発送されてないんですけれども、今からね届くのねとっても楽しみにしておりますので、まあもう一つね実はカラーポップの購入品のねパッケージあるんですけれども、先にねそちらのご紹介になるとは思うんですけれども、バンビコレクションですね届きましたらねまたねご紹介したいと思っております。ということで本日もですねゲットレディーを撮っております。バレンタインコレクションねご紹介しようと思っておりましたので、こんな感じのねピンクメイクをしてみたんですけれども、前回ね使いました5色入りのパレットですね、そのコレクションの中からチェリッシュというですねパレットを使いまして、このようなね目元になりました。リップはもうほぼほぼからないかなと思うんだけど、このねパッド様のリップを塗ってるんですけれども、こちらベタ塗りするとバブリーな感じになっちゃうので、私の顔だとね、なのでこういう感じでポンポン塗りして、でその上からねこちらのねグロスをね重ねてみたんですけれども、ベタ塗りするとね浮きやすいカラーかなとは思うんだけど、アイメイクともねマッチしてるかなと思ってね、多分このパレットともそんなに相性悪くないんじゃないかななんて思っているんですけれども、明るいピンク系のカラーって私ね持っていないのでね、やっぱり必要な時ってあって1本あるとね重宝するのでね、アイメイクと合わせてね使ってみました。ということでゲットレディもですね編集次第アップロードしようと思っておりますので、ご興味のある方よろしければゲットレディもご覧ください。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。